今日私は理学療法士という資格を持ってまして、そういうところでこう柔道という視点でですね、ちょっとお話をしていただければと思います。まず自己紹介です。宇方潤、49歳です。水亀座で高度感5段で、出身も今住んでいるところも群馬県です。関東地方のほぼように位置するところで、太田市っていうこの東毛っていうところのですね、こう鶴舞う形の群馬県って、ここに東毛かるたっていうのがありますけども、そのかるたの中のちょうどこう鶴の首のあたりですね、そこに太田市っていうところがありますけども、そこで病院で働いています。このマークを見ると分かりだと思うんですが、車のスバルですね、自動車メーカーの、会社が作っている病院なんですけども、そういうところで理学療法士として働かせていただいています。柔道以外の趣味っていうと、少しですね、健康維持のためにジョギングをしたりとか、家族と庭巡りをしたりとかですね、そういったことをしてまして、性格的にはどちらかというと自分でこういろいろ情報発信をしたりっていうのが苦手だったりとか、どちらかというと自分でこそこそこう何かをやるっていう方が向いてるかなっていうふうに日々思っています。あとはこう焼きそばあれですね、太田の名物ですね。で、あとは群馬県の上毛かるたっていうのをていただきました。で、私の柔道の経験をちょっとお話しさせていただくと、大体小学校4年生、10歳ぐらいから柔道を始めてます。近所の方に勧められて、最初は柔道を始めたんですけども、結構怖い先生でですね、勧めてくれた友達はもうさっさとやめてですね、とにかくですね、頑張っていれば結果がついてくるっていうふうに、教えられたりとか、そういうところでですね、意外とこういろいろ考えながら柔道してたかっていうとそうでもなくてですね、ただ一生懸命やってたっていうのが小さい頃の印象です。高校と大学と、大学まで行かせてもらったってところがあるんですけども、大学に入ってですね、やっぱりこう、目標を見失ってしまったというか、何かこう、なんていうんですかね、頑張れなくなってしまった自分がいてですね、正直言うと、それがきっかけで、柔道というと柔道整復師さんとかですね、そういったところが就職先としてあったっていうところもあったんですけど、ちょっとこう柔道とは無縁の世界に行きたいっていう希望があって、そういったきっかけで理学療法士を目指しました。で、学校出てですね、その後、2001年からですね、今の太田記念病院という、スバルの病院で働いてですね、ちょうど働き出した時に、ちょうど高校の先輩のですね、声かけもありまして、柔道の指導者として、あとは健康維持というところでですね、また再会をしまして、今ではですね、クラブの活動もそうですけども、指導者としてっていう部分と、あとは審判員とかですね、県の活動、役員の活動なんかをさせていただいています。そうですね、これが今、ちょっと人数は少ないんですが、柔道クラブですね、火曜日と金曜日、大体2時間ずつぐらいですけども、小学生中心のクラブで、どちらかというと試合とかにあんまり出ないでですね、遊び中心とかですね、やっぱり投げたりというと痛いとかですね、いろいろあったりしますので、僕に投げられてとかですね、そういった感じで今活動してます。あとは地域柄はですね、太田市っていうところは隣に大泉町っていうところがあって、
外国人とかですね、特にブラジルの方の街があったりしますので、そういうところでこう、まあ、日本人だけではなくて、ちょっとこう国際交流なんかもできるような、まあ、地域だったりしています。で、まあ、今、僕のその柔道の関わりっていうと、まあ、ライフワークっていうところで、自分の持ってるものをこう、まあ、生かして何か社会貢献ができないかなっていうところで、まあ、今回、ちょっとこうお邪魔をしているんですけども、まあ、多少なりともですね、まあ、僕のこう技術とかですね、まあ、知識とかを発信していって、皆さんのその教えをいただいてですね、成長していければいいかなというふうに思ってます。で、ちょっと酒井先生と先日お話をしたんですけども、まあ、仕事上、なかなかこう病院勤務なので、1対1のリハビリっていうのが多かったりするんですね。そういう中で、まあ、どういう機会にこれを生かしていこうかって考えたときに、ちょっと職場の仲間と今日話をしたらですね、まあ、理学療法士の組織自体で、地域で、介護予防事業を実はやってるって話をであれば、まあ、集団体操とか、そういったサロンみたいのを行っているそうなんですけども、まあ、そういうところで、先日拝見したですね、まあ、健康体操とかそういったものができるかななんていうふうに、やってみたいなっていうふうに、感じているところです。で、今回、まあ、私ですね、ちょっとこう、少し考えてみましたので、この発表を通してですね、皆さんと一緒に、まあ、ディスカッションができてですね、まあ、お友達になっていただければこう幸いかなというふうに考えています。で、理学療法士という資格ですね、まあ、だんだん今、約13万人ですね、人数が多くなってきましたけども、まあ、リハビリテーションの一職種で、怪我とか病気なんかでですね、障害を持ってしまった方なんかに、こう、運動指導したりとか、まあ、物理療法って言って電気をかけたりですね。あとは、まあ、日常生活の、支援の方法とか、こういう方の指導とかをして、まあ、社会の復帰するお手伝いをする、まあ、そういったものが理学療法士の役割っていうふうに言われています。で、まあ、例えば何かその、まあ、患者さんなり、その対象者の方の動きを見たときに、まあ、力学的な視点とか、解剖学的な視点とか、まあ、生理学的な、その医学的な視点からですね、まあ、どうしてできないのかとか、どうやったらできるようになるかということを、まあ、考えていくことが、一番の得意なことかなというふうに、思います。で、まあ、この資格を取るためにはですね、まあ、高校とか卒業した後にですね、大学なり専門学校で、大体3年から4年、学んで、国家試験を受けて、合格をして登録をすると、まあ、明覚理学療法士っていうような資格をこう受けることができて、で、まあ、どんなところで働いている人が多いかっていうと、ほとんど病院、大体6割ぐらいが病院ですね。病院で、マンツーマンで、まあ、患者さんのリハビリを担当するっていうことが、まあ、主かなっていうふうに思います。今はどちらかというと、リハビリ部員みたいなところで、まあ、一生懸命リハビリをやってみたいな感じの人が多いですかね。あとは、こう、活躍先としては、まあ、脳性麻痺とかですね、まあ、障害児への関わりとか、あとはスポーツ分野でですね、トレーナー的なことをしたりとかですね、あと、この中段のところに介護予防事業とかで、例えばデイサービスとか、地域包括ケアとかでですね、まあ、健康増進の運動指導をしたりですね、まあ、デイサービスとかそういったところで個別のリハビリをしたりとか、そういったことを行っています。あとは右側ですね、災害と理学療法士っていうところにつきましては、まあ、災害の時にこう、まあ、集団でなかなか動けないような方に対して、まあ、避難所とかで生活されている方の健康管理の一つとして、まあ、動き、運動とかを指導したりとかですね。ただ、こういういろいろな活動の中で、まあ、私ですね、
柔道をこれ今までしてきたというところもありますので、理学療法と高齢者と柔道がつなげられないかなというふうに最近感じています。で、理学療法士というとどんな人がいるかというとですね、著名な方としては全日本柔道男子チームの体力強化部門部長のですね、岡田先生なんかですね、この方今大学で教えてるかと思うんですけども、理学療法士の資格を持って頑張っていて、リオの五輪の時にはですね、男子の全メダルっていうような快挙と成し遂げています。で、結構リハビリの資格っていうと理学療法士と作業療法士のその違いが分からないとかっていう方もいたりしますので、簡単に説明をします。理学療法士っていうのはどちらかっていうと基本的な動作能力、寝ているところから起きて座ってで歩いたりっていうことが主なその回復の指標として、運動したりとかですね、そういったことを主にやっていきます。作業療法士はどういうところかというと、ここに絵にあるようにですね、どちらかというと作業ですから、手の動きなんかを中心にして日常生活 の訓練とか指導とかですね、あとは精神科的なその関わりとかで、集団活動とかそういったものを行ったりとか、そういったことをしています。あとはですね、理学療法士と柔道整復師さんの違いとかも時々聞かれたりするんですけども、一番大きなところではですね、我々は基本的にはドクターの指導でリハビリ、要するに評価を、体の動きを見たりとか訓練の指導をしたりとかっていうのが主なところです。柔道整復師さんに関しては直接患者さんを来てですね、診断し制止することができて、我々は開業権というのはありません。柔道整復師さんは開業権があって保険請求もできるというところで、我々は運動指導とかというところが主になりますけども、柔道整復師さんについては脱臼とかの整復とか固定とか骨折後の療法とかですね、治療的な面が大きいかなというふうに思います。で、私のその理学療法士の経験としては、大体20年ぐらいになるんですけども、急性期病院で、小児から高齢期まで、どちらかというと病気があったりとかそういう怪我をしたりとかっていう人がほとんどですけども、そういう中で運動器的な疾患とか発達障害とかですね、そういった方々を見ています。あとは内部障害、心臓とかですね、そういったものがこう病気になってしまって、その後の心臓リハビリって言って、自転車を漕いだりですね、持久力的な運動をしたりとかですね、あとは高齢化のところで、フレイルの対策のマネージャーとかですね。で、今までのその柔道のつながりって言いますと、怪我の後の、リハビリテーションを行ったりとか、柔道クラブとかもやってたりですね、そういうところもありますので、選手に対してちょっとテーピングをしたりとかストレッチの指導とかですね、そのくらいかなっていうふうに思っていて、なかなか高齢者と結びつけたりっていうのは今回考えるいい機会かなっていうふうに思います。で、本題のところですけども、年を取っていくとどんどん体が小さくなってきたりとか、特にこう、体の変形とかですね、例えば血の形が小さくなっていったりとか、体力が落ちたりエネルギー摂取量の低下っていうのがあるかと思います。で、今まで小さい頃は若い頃はですね、大きな動きもできていたかなっていうふうに思うんですけども、だんだんこうちょっと前の方にこうのめり込んできたりとか、体の動きっていうのは小さくなってきたりとか、活動量、歩行能力的にもですね、距離とか歩数が減少したりとかですね、早歩きができなかったりとか、早歩きしたりすると逆に転倒したりとかですね、つまずいたりっていうようなリスクが出てくると思います。で、握力についてはですね、全身の体力低下の指標になりますけども、結構65歳で40、男性で40キロ結構
文献によって差はありますけども、握力があった方が全身の力も強いっていうふうに言われています。まあ、ちょっとしたことで言うと、ペットボトルを開けたりですね、そういうところでちょっとこう力があるとかないとかっていうふうに見たりもできるかなというふうに思ったりとか、食事の摂取能力、咀嚼力については硬いものが食べられなくなってきたりとか、まあ、歯が弱くなってきたり、そういったことを全部含めて、活動範囲が低下してくるかなというふうに思います。で、ちょっとこう、まあ、太田市というところは車の生活なので、なおさらこう活動の範囲が落ちてきたりとか、何か用事が出ないと外に出ないとか、そういった感じになってくると、生活能力の基本的なものがこう低下をしていって、健康寿命が短縮するのかなというふうに思っています。そうですね、運動不足、まあ、加齢による運動不足等もありますけども、で、動かなければ筋肉も痩せてきて、力がなくなっていれば、膝とか腰が痛くなってきて、つまずいたりして、最終的には、まあ、介護状態になってしまって、まあ、寿命が短くなったりとか、健康じゃない人生が待っているっていうところが問題かなというふうに思っています。で、柔道と日常生活の動作っていうのを考えると、柔道っていうのは立ち上がったり、寝上がったりとか、組んだり、投げたり、まあ、抑え込んだりってことがあると思うんですけども、ただこう、立っているだけでも、バランス能力等も使いますし、まあ、そういうところでこう、動いたりですね、まあ、投げるっていうのはちょっと危険な部分がありますけども、まあ、基本的な運動能力プラス、あとは予測力とか判断力とかですね、そういったものがいろいろ複雑に絡み合ってくると思います。ただ、じゃあこれは特別な動作かっていうとそうでもなくて、基本的な動作、立つとか歩く、まあ寝ているところから起きたりですね、そういうところで、まあそういうのを組み合わせて、まあ柔道っていうのはつながっていくかなと思ってですね、そういうところをこう、まあ応用、まあ組み合わせて応用的な動きができないかなっていうことで、考えてみました。あとは、まあ、手足を動かすためには、まあ、体の保持能力、体幹の保持能力等も大事ですっていうことですね。そういうところからですね、ちょっと考えてみましたので、運動の前にですね、ただ、いきなりじゃあ、どんな人でも運動したらいいかっていうと、そうでもなくてですね、まあ、もともとその、どの程度の運動が可能かとか、まあ、歩ける、歩けない、杖使ったりとか、もともと高齢者であれば転倒しやすい人とかですね、まあそういう事例があるかどうかっていうのとか、あとは筋力とか、関節の可動域、体の動きの範囲とかですね、まあ、簡単に言うと、こう座ったまま、まあ、立ったり座ったりができたりとか、万歳ができたりとか、そういう簡単なものでいいと思うので、まあ、どのぐらい動けるかですね、あとはこう、まあ、足腰が痛かったりとか、変形、まあ、延滞が強かったりとかですね、そういったものがないかどうか、まあ、日頃の体力レベルとかを見ていって、まあ、運動できるレベルの、レベル分けっていうのが大事かなっていうふうに思います。で、まあ、運動例としては、まあ、ちょっとこう、単純に考えたものですけども、まず座ってできるような運動としては、まあ、年を取ってくると、どうしてもこう、前かがみになってしまったりとか、どちらかというとこう後ろかがみ、それがこう前の方にずれてですね、ちょっとこう姿勢が不良になってくると思います。ただ、体幹をうまく使えないっていうところがあったりしますので、ちょっと運動方法としてはですね、まあ、まずはこのスライドにあるように背中を伸ばしてしっかり座ってもらうですね。で、そういう中で、まあ、体をですね、左右にこう動かしたりとか、あとは前の方にこうぐーっと手を伸ばしていってですね、まあ、リーチ動作って言われますけども、こういう運動がいいかなというふうに思います。で、なんかこう審判の動作みたいでですね、まあ、抑え込みじゃないですけど、技ありではないですけど、まあ、そういう感じで、やってみるのも一つ面白いかなっていうふうに考えています。あとですね、こうやって動かすと体幹だけかなっていうふうに思うんですが、
意外とこう前方とかは特にそうですけども、足にこうぐっと踏ん張るような力ができたりとか、意外と座ってるような動作でも体全身は使える運動かなっていうふうに思っています。結構こう前かがみでぐっと手を伸ばしていくと倒れたりですね、そういう方もいたりしますので、ちょっとその辺は注意しないといけないかなっていうふうに思います。あとはこう、立ってる姿勢なんかだとですね、左側の、まあ、ちょっと赤い女性の図に関しては、まあ、耳のところからですね、肩を通って、まあ、足の方までですね、すらっと一直線になっていますけども、まあ、私の写真ですけど、年を取ってくると、こう、背骨が曲がってきたりですね、ちょっとこう、まあ、動く範囲がですね、小さくなってきたりとか、まあ、身長が縮んでくるっていうのもあるんですけども、ちょっとこう曲がり加減になってくると足が上がらなくなってきたりとか、まあ、例えば背中側の筋肉とかですね、まあ、お腹側の筋肉もそうですけども、抗重力筋って言われるものが使われなくなってくるっていうふうに言われています。で、重心のその保持するものとしては、後方に弱いっていうのは、前の方っていうのは、足のこう、つま先とかで踏ん張ることはできるんですが、後ろの方には、結構、支えるところがありませんので、まあ、弱いっていうふうに言われています。で、そういう中で、こう、歩く、能力自体もだん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 落ちてきてですね、まあ、スピードが落ちるだけではなくて、こうバランスも、悪くなって、まあ、どちらかというと、転倒しやすい時っていうのは歩き始めとかですね、方向転換の時とか、そういうところが多いっていうふうに言われています。で、まあ、転ぶ方向、まあ、前につまずいて転べばですね、手首を折ったりとか、膝をつけば膝のお皿を折ったりですね、後ろに倒れた時は、尻もちをつけばですね、圧迫骨折になったりとか。で、この横のよろけるっていうところに関しては、横にこう倒れるだけではなくて、大腿骨の頸部については、足をこうねじったときに、このねじれる力で折れる場合もあったりするっていうふうに言われています。で、まあ、どっちにしても、まあ、重心が、ふらついて転ぶっていうことはですね、何もいいことはなくてですね、中には、ひどかったり、頭から落ちたりですね、そうすると、まあ、こう、積算になってしまったりとか、まあ、頭のですね、頭部外傷になったり、まあ、いろいろ、こう、障害が出てくる場合もあったりします。で、そういう中で、まあ、ロコモーティブシンドロームの体操なんかでもそうなんですが、一つは、こう、立ったり座ったりっていうスクワットですね、まあ、背負い投げ等を、こう、利用してもいいかと思うんですが、で、ちょっと怖い方に関しては、まあ、両方手を持ってもらってですね、噛まれながらやるようにしていただいてもいいかなというふうに思います。で、まあ、重心の移動っていうところで言うと、あんまりこう後ろに重心行ってほしくないので、ちょっとかかとを上げてもいいかなというところですね。で、あとはまあもう一つ、返脚立位っていうのがありますので、まあ、捕まりながら片足立ちをしたりとか、まあ、森脇先生の体操でもそうですけども、足を上げてですね、浮いてる足を上げていただいて、まあ、お外刈りのようにちょっと前から後ろにっていうような動かし方でも、いいかなっていうふうに、思っています。あとはですね、寝てできる運動っていうのもあったりします。ただ、その集団的なその高齢者の体操だったりすると、まあ、スペースとも限られたりしますので、こういうのはちょっと路上とかですね、広いスペースでできるかなというふうに思っています。で、一つはこう、起き上がりとかに関しては、まあ、両手でですね、こう、まあ、床面を押さえていただいて、ぐーっと頭を上げていただくような運動ですね。あとは、手を伸ばしながらですね、まあ、起き上がれればいいんですけど、起き上がれない方に関しては、片方の膝の、体格上の膝の方にですね、手を伸ばしながらお腹に力を入れていただくようにしていただくと、
願い連なんかの改善運動につながってくると思います。あとは治療をこう動かす、この寝た状態でお尻を動かすっていうのは結構向きを変えたりするのも大変だったりしますので、鉄砲返しの要領でお尻を上げたりですね、下の図で言うとブリッジって言いますけども、お尻を上げた状態で、あとは足踏みをしたりとか、お尻を下ろしていただいて、切り替えしたりですね、そういったことをしていただいてもいいのかなというところです。で、あとはもう一つですね、今度足を伸ばして曲げたり伸ばしたりっていうところですけども、よく寝た状態で、下肢伸展挙上って言いますけども、大腿四頭筋の、もものトレーニングで使ったりもしますけども、それだけではなくてですね、俗に言う寝技の蹴り出しじゃないですけど、そんな感じで足を曲げたり伸ばしたりっていうところでも、足を浮かした時に前面の方、ももとかですね、お腹の力を使いますので、交互に曲げたり伸ばしたり、足を浮かして曲げたり伸ばしたりできればなおさらいいんでしょうけど、できない方でもですね、曲げたり伸ばしたりしながらですね、下肢の運動をすることで、体幹の強化、下肢の強化にも役立つかなというふうに思います。はい、ちょっと簡単にお話をさせていただきましたけども、結構柔道の動きっていうのは、日常生活の動きを結びついているかなというふうに、今回調べてみて思いました。で、先ほど申し上げたように、ちょっと介護予防事業とかですね、そういったこともキックとしてはやっているというところで、皆さんと相談しながらですね、将来的には講師等できればいいかなというのが目標としてできましたので、協力しながらこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。